しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はい、どうも割り本でございます。割り本でございます。よろしくお願いいたします。順風壇上の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いいたします。はい、どうもどうも。いやよかった。5月に入りましてね、はいはい、今週もなんこのカラオケボックスから。はい、そうですね、今現在ね、ちょっとずつ感染者数も減ってきてるっていうのもあるし、世の中的にもね、で今、はい、ゴールデンウィーク中じゃない、この配信。そうですね、はいはいはい。なんか現段階これ、まあ、収録してるのはゴールデンウィーク前ですけど、はいはい、現段階の予想だとゴールデンウィーク結構人出があるんじゃないかみたいなね。そうですね、うん、そうですね、まあ、まあいつまでもね自粛してるのもあれなんですけどね。もういいよ、もう遊ぼうどんどん遊びに行こうそうですね、遊びに行きたいですね、うん、私もですね、最近お芝居また見始めましてですね、見始めまして、うんうんうん、でついこの間なんですけど、はい、友達に誘われてちょっと行こうよっていう、行ってきたんですけどね、はい、でそこがまあね、ちょっとねこれ話すと長いんですけど、ちょっとこれはね一回なぎさにこの話はしときたいなっていうのがちょっとありまして、うん、なんでしょう、なぎさんご存知かもしれないんですけど、はい、ですね、明日の花子っていう、お芝居のことってご存知ですか、のこと。ね、そのタイトルで、は聞いたことあるけど、はいはいはい、なんだろう、そのお芝居のこと、はい、あんまでもじゃあ知らないかもしれない。なんかどっかで聞いたかもしれないみたいな感じですが、やっぱもしかしたら劇場今そうなのかなと思うんですけど、ですね、私が見に行ったお芝居っていうのが、明日の花子を上演してみる会っていう、ちょっと企画的な会だったんです。でそこにいろんな、まあ、例えば、守谷ふみさんとか。あ、分かった分かった、はい、あ、それのことか、あれだよね、上演されなかった戯曲をってやつ。そうそれです。はいはいはい、あのね、はいはい、興味はあった、二人芝居だよね、そうですそうです、はいはいはい、そうなんです、そうなんです、やっぱ、はいはいはい、やっぱちょっと嬉しい姿勢で、あのね、っていうか、はいはい、今まさに名前の挙がった守谷ふみと、はいはい、三瀬ゆりえちゃんの言葉は一応俺知り合いだし、そうなんですね、あと何人か、はいはい、別のグループもあるよね、別の組み合わせの中にも何人か一応知り合いの人がいて、まあ、それでだからツイッターとかではやたら見てたわ、そういえば、そうか、タイトルっていうかその企画的なことで俺は覚えてた。ああ、なるほどなるほど、じゃあ何の企画かっていうのはご存知？一応その最初にゆびちゃんかなんかが出資説明みたいなのをしてたのは読んだから、はいはいはい、なんとなく分かって、ただ、はいはいはい、俺その事件って言っていいのかな、そっち自体はそんなに詳しくなかったから、そんなに細かくは知らないわ、なるほどなるほど、なんかね、私もちょっと名前ちゃんと調べつつなんですけど、まあ、ちょっと経緯を説明しますと何があったかって言いますとですね、はい、2021年だから昨年ですねの9月にこの福井農林高校演劇部というところの福井のある演劇部の高校生女子高生2人が発表した明日の花子というですね、まあこれは出演しているのは女子高生2人の2人芝居で40分高校演劇なんで最大50分、そうですね、50分は1時間以内か転換を入れてっていうのがあるんですけど、で2人芝居でその書いたのは、顧問の先生、はいはいはい、の当時の書いて顧問の先生が、生徒と一緒に作ったと、でそれが2021年9月に、要は、私も出たんですけど、ですね、演劇部日本のようなちょっと正式名称わからないんですけど、年に1回演劇部が全国会場向けしてやってる、全国大会に向けて、の、地区予選ですね、の福井県大会のにその明日の花子が、そこで県大会で上演されたという、はいはいはい、でその上演された時はもちろん感染対策のために、お客さんを入れないでやったんですね、はいはいはい、で
やったんですけど、発表したんですけれども、うん、その後 3ヶ月後の12月、2021年12月に、うん、ケーブルテレビでそれを配信するというか、放送するその県大会の様子を、うんうんうん、っていうので、まあ、おそらく楽しみに待っていたんでしょうね、うんうん、だったんでしょうけど、そこでなんとその福井農林高校演劇部の明日の花子がですね、うん、なんと放映されなかったっていう、はいはいはい、あ、そっか、じゃあ上演はされたんだ、無観客で上演はされたんです、そこまで難しいね、上演っていうのかどうかってことですね。そう、無観客の中やりはしたんだね。やりはした、はいはい、ただそこで なぜか何かがあって要はなんていうんですか、ケーブルテレビっていうそのメディアに乗っけることができなかったっていうのなんか、そうだよね、はい、内容的に良くないとされて、まあ、放映されなかったってことなんだね。そうなんです、その当時一番最初に出た、うん、第一報とかでは、うんうん、です、要は差別表現が含まれていたっていう言われ方、書かれ方をしていたらしいんですけれども、で、あの発表が見送られたっていうんですけど、うん、はい、そこが本当かっていうのが、うん、まあ、いろんなね、そのまあ本当に表現の自由みたいな話になってくるんですけど、はい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 、こういうのって、うんうんうん、で、まあ、声を上げた演劇人とかがやっぱりいまして、どうなっとんねんっていうことで、うん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 、おりまして、で、まあ、いろんなことを経て、じゃあ実際それを東京でやってみようよ、その、うんうんうん、ある程度力も、それこそあの、明日の花子を上演してみる会っていうのは、うんうん、まあ、一緒にその名を連ねているのが日本の河川のそうかの方とか、ね、ね、あとは、まあ、最近売れ売れの有名さんとかも一緒に頑張って、その企画を盛り上げてるんですけれども、うんうん、要は今本当に、東京の小劇場で力がある人たちが、うん、じゃあやってみようぜっていうことを、うんうんうん、をやってるのを私は見に行ったんですよ。なるほど、はい、で40分見たんですけど、うん、まあ、本当に端的に言うと、うん、本当によく作られた演劇、まあ、どまっすぐな演劇だったなっていう、二人芝居でしょ、二人芝居だから、いわゆる会話劇、そうそうそう、ね、会話劇なんですね。で、一人の、主人公は二人ですね、まあ、なんて言ったらいいかな、まあ、要はざっくり言うと、うん、まあ、結構原発の問題に踏み込んでいる、あー、はいはいはい、っていうことなんです、うんうん、差別表現というものがあったかどうかっていうと、うん、それはあったんですけども、うん、要は回想シーンの昔の昔のおじいちゃん、うん、おばあちゃんたちが、うん、まあ、なんて言うんですかね、まあ、そんな差別意識とかない時代の時に、はいはい、こういう言葉をポロッと言ってる、うん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 、っていう感じだったんですね。で、それだけじゃないです、もうそれだけじゃないというか、もう差別表現と、私が差別表現だなと思ったのはそこのこと、うんうんうん、だけだったんです、うんうん、で、どっちかっていうと、もうしっかりその福井ってたくさん原発があるんだね、で、原発っていうものがどういうもので、うんうん、どういうふうな、こう、なんていうんですかね、その福井の方々にどういう恩恵があって、はい、で、その恩恵を受けたがために、その恩恵があったがために、いい暮らしというか、その漁師だった方が、うん、そのちゃんとその、はい、職を得て、で、子供を大学まで行かせられたとか、うんうん、そういうそっちサイドもちゃんと描きつつ、はいはい、でも原発って大丈夫なんですかっていう、すごいなんか、まあ、言っちゃなんですけど、よくある問いというか、その一般的にはね、そう、うん、非常にだから、まあ、取り上げられやすいというか、特にだから、うん、あのね、東日本大震災の後にはやたらと言われたし、今完全にどっちかって言ったら原発は悪になってるじゃないな、そうですね、だから、うんうんうん、まあまあ余計にだよね、あの多分、日本規模でそんなに話題になってなかったんじゃないかな、その、あの地震がある前だったら、実際まあ有名だったけどね、福井は原発が多い、なんか、ね、まあ、ちょっと良くない言い方で原発なり金みたいなさ、うんうん、のとかも言われてたのはあったけど、うん、それ本当にそこで安全なのみたいな、うん、そういう話だとかは、うんうん、あんま話題になんなかったよね、うんうん、なんかあのちょっと本当にあえて言うと、うんうんうん、ああいうのは、
あの田舎に作るんだよみたいな、その人がいっぱいいるところには作れないでしょ、だから福井とかそういう過疎地に作るんだよみたいなちょっと言われ方とかでよく話題にはなってたと思う。そうですよね、そうか。やっぱなぎさん的にはあれですか、やっぱりその原発のことでっていうのはやっぱりそこまでは分かってなかったっていうことなんですけど、その原発に踏み込んだ、まあそうだから原発に踏み込んだ発言をしたから、そのなんていうんですかね、あの上映が取り消されたっていうこと、上映というかその放映が取り消されたっていうことは、おそらくそのそれを取り消してしまった権限を持っている人たちはそうはおそらく言ってはいないんですけど、まあでもそうなのかって、それ以外にちょっと受け取り方がない感じにはなってしまって、まあ、いるんですけど、政治的にってことだよね。そうなんですね。ナミさんって高校演劇はあれですか、特に。まず俺はやってなかったし、そっかそっか、ね、あれそうか言ったでしょ、俺、はいはい、演劇部のやつ大嫌いだったそれは聞いてないそれは聞いてない、ね、これはもういやそっか、じゃこのラジオでは言ってないかもしれないけど、はいはい、俺散々あちこちで言ってるけど、本当に、そうね、お芝居で知り合った人たちの中には、高校時代から演劇やってた人っていうのはもちろんいっぱいいるけど、いるから、はばかれるけど、普通一般的に高校で演劇やってたなんて、一般的には気持ち悪いって思ってた。で、それを、の側、体育会の人間だったから、体育会の人間からしたら、なんだあいつらっていう、スタンス側でした僕は。だから今は謝りたい、全力で謝りたいけど、正直そっち側でした。で、だから当然高校演劇なんて当時興味なかったのはもちろんのこと、はい、で後々もう何の因果かお芝居をやるようになっても、もうとっくに俺はだからだいぶ遅いって話はしたことあるよね、27になってからお芝居を始めてるから、27になってから高校演劇ってどんなんだろうなんて思うことないから全然詳しくないんだけど、実はなんだけど、これは多分初めて言うけど、今俺すごい興味ある。本当に実は本当ですか。いや興味ある、興味あるのは本当、ただ別に行けてない、行けてないというか、高校演劇を見る機会って別にないから、親とかね、本当に知り合いの子供とかね、多分今だとそうじゃなきゃ見に行けないんじゃないかな。なんかね、実は俺ツイッターで割と今、はい、高校演劇関係の先生とかをフォローして、そのせいで今どんどん俺、高校演劇の情報入ってきてる。すごい、はい、まあそんなのもあり、今俺実は楽しみにしてるのは、はい、実は今年、はい、高校総文っていうのは毎年あって、はいはいはい、高校生の総合文化祭っていうのが毎年あるんだけど、なんか俺勝手に地方でやるやつねって思ってたのに、今年なんと東京開催なのよ、高校総文が、で演劇も中野でやるのね、で俺それ見に行きたいなってちょっと思ってるんだよね、はい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 、っていうぐらい興味ある。なるほど。そう、高校演劇もそうだし、あと学生演劇、大学生のとかにも興味あって、すごい見たいなとは思ってるけど、やっぱ接点がなかなかね、大人になっちゃうとないなっていうのと、あとやっぱし調べれば調べるほど、まあ、平野君なんかは当然当時やってたから分かるだろうけど、そのさっき言ったね、時間の制限だとか、ともかもそうだし、人数の制限だとか、あと使っていい戯曲だとかっていうのも割と制限があるみたいで、そういうのがやっぱ俺知らないから、多分なんだけど、いろんな芝居見てる人間からしたら、そこまで何だろうな、目新しいというか、もう素晴らしい作品が見れるっていうことを別に今期待してない状態なんだよ。なんだけど、さらに見てみるほど、調べてみれば調べるほど、すごい原石が実は高校演劇にはいっぱいあるんだよっていうのとかを見ると、ますます見たいなみたいな。よくだからさ、野球好きが高校野球、プロのあの選手は実は高校時代からすごいスター選手だったんだよって言って高校野球のことを見るようになり、もう高校野球にハマりすぎるとついに中学から野球見るみたいな、そういう中学まで、いやあるもある、っていうのに近い感情なんか今、ちょっと高校演劇ぐらいから見つけておきたいみたいなお互いじゃないですけど、見つけてどうしようっていうのじゃないんだけど、
なんか面白いものを早く察知したいみたいな。ああ、なるほどなるほど。結構だから地方で、はいはいはい、去年だったか今年だったかは、うん、確かあの、うん、屋久島の高校がなんか多分賞、はいはい、取ったんだよね。なんか総分だったか、はい、春高だったかなんか、はい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 、全国大会が、まあ、年に2回ぐらいあるんだよね、うん、確かね。多分ね、私の時は1回、今2回なのかな。そうなんだ、はい、あの今分かんない、全国大会と呼ばれる目指すべきものが、はいはい、春と秋に、うん、秋っていうか、まあ、夏ぐらいなのかな、うん、やって、大体その2大会を目指すらしいのよ、うん、どうやら、うん、で、そう、まあ、そのね、ちょっとごめんなさい、細かく覚えてないけど、うん、なんかね、屋久島の、うん、本当に、まあ、超、まあ、まあ島だからね、そういう意味じゃ田舎の高校が賞を取ったんだよね、確か。なるほどね。だから結局指導者がいいとそうなるんだなみたいな。なるほど。なんか私もね、うん、まあ一応その出身は出身なんですけど、うんうんうん、なんだろうな、私ちょっと逆に負い目みたいなのがあって、おなんかちょっとこれね長くなっちゃうんですけど、うん、あの私おばさんがいるんですよ、うん、おばさんが、うん、おばさんも役者をやって、まあ、現在も役者をやっているんですよ、舞台役者をやっていて、うんうんうん、おばさんゴリゴリの早稲田がやばかった時代に演劇やってた世代なんではいはい、はい、私が高校演劇始めた時に、うん、高校演劇やねみたいなことに言われて、別にじゃあおばさんの影響で始めたわけではない、ではないです、うんうん、なんかたまたまです、ね、そうそう、たまたまなんですけど、でその時にもなんかこうなんか高校演劇はなんか、まあ、あれはあれで一個のジャンルだからねみたいなことを言われたんですよ、うんうんうん、そんな気がしてる。そうそう、でなんか僕その当時は、うん、いやそんなの芝居じゃないよって言われてるように聞こえてた。あーなるほどね。そうなんです、うん、15、6歳の僕がだから、ね、何クソと思ってたんですけど、うんうんうん、だから今回の事件がその、うんうん、福井県のね事件があって、まだそんなことやってるのかっていうちょっとがっかりというか、つまり自由に表現ができないみたいな。そう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 、まあ私がその演劇部でやっていた時期っていうのが、実は福島がめちゃくちゃ私地元なんですけど、うん、あのもう常連、もう全国大会優勝常連が大体いわき総合っていうところ、はい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 、でそこが要は、初めて演劇家ができたところで、うん、その福島県内で、うん、圧倒的でもう本当に私たちがやってることがお遊びなんではないかと言われるほどがっつりお芝居やってくるっていうところなんですけど、うんうんうん、とかそういうところとかがあって、これから本当に伸びていくなんか高校演劇自体も面白くなっていくというか、その、あとはロロって人気の劇団の方が、ロロさんが高校演劇のためだけに書く台本とかもいろいろあったりとかして、すごい盛り上がってんじゃんと思ってる矢先に、このなんか非常に残念な、俺でも逆に言うと、はいはいはい、まあ地方の、はいはい、まあね、分かんない、どんな高校か分かんないけど、うん、地方のその、まあ、田舎の高校で、うん、結構そういう意味では攻めた本を書く先生がいて、そうそう、ね、それを上演しようっていう気ぐらいは、うん、実は俺今東京の小劇場より、うん、とんがってんなって思って、あ、なるほど、むしろかっこいいって思って、あ、なるほどなるほど、だから俺だからそういう意味ではもっと、まあ言い方語弊あるかもしれないけど、うん、もっと人間とはとは、うん、とか、うんうん、友達とは、うん、とか、うんうん、みたいなことばっかやってるイメージだったの、その高校演劇って。なんか、まあ、実際ね、ちょっとはっきりは覚えてないけど、俺の、うん、自分がいた高校の、うん、高校時代に見た、うんはいはいはい、高知の演劇部の、あ、見るタイミングはあったんです、なんか文化の、ね、見させられる、これもねちょっとね長くなるんだけど、俺のいた高校は、はいはい、実はその剣道部結構強かったね、はいはいはい、あと陸上部が割と盛んだったのかな、はいはいはい、で運動部だとその2つが必ずなんか賞を取ってみたいな感じだったの、うんうん、で一方、うん、文化系では実は合唱部がめちゃめちゃ強くって、なるほど、ですごいいい先生がいたらしくて、うん、合唱が盛んだったの、はい、で部員もめちゃめちゃいるし、うんうん、で文化祭の目玉として、うん、この合唱部による歌劇っていうのが最大のビッグイベントだったの。すげえ、歌劇、そうなの、ね、だから合唱じゃない のちゃんとメイクもしてめちゃめちゃしっかり立て込まれた舞台セットもあって、はいはいはい、そこで、うん、
まあ、歌いながらお芝居をやる、まあ、だからオペラじゃないけどでも限りなく、ね、そうそう、なミュージカルより歌なんだけど、うん、でもまあ本当に劇だったで、俺覚えてるのは俺の時カルメンだったの、俺が1年生だったから、だからまあ割と知ってる分かりやすいお話だったし、でそれはなんか、うん、うちの高校いたら見なきゃみたいなのがなんとなくあってまあ強いし、そうそうそう、それは見とけよみたいな、うんうんうん、でクラスメートにも一応いたし、なんか合唱部のやつで見たんだよね、はいはいはい、で確かに分かんな、あの吉橋なんて分かんなかったけど、まあ、すごい迫力だったのはなんとなく覚えてて、うん、でその同じ体育館の、うん、次のプログラムかなんかが演劇部だったのよそのね、めちゃめちゃ立て込んでめちゃめちゃ歌もすごいパフォーマンスすごかった歌劇の次に舞台上あの机と椅子が出てきてずっとボソボソなんか言ってて、あの学校に行くだ行かないだ、本当に僕は必要なのかどうかだとかみたいなことをずっと言ってる芝居だったの、うんうんうん、気持ち悪い何が面白いんだこいつらと思って、やめなさいって頑張ってっていうのが俺の高校時代の高校演劇部の高校演劇のイメージなんだ。なるほどなるほどね。だから、うん、もう嫌だったしだから本当にね絶対やらないって思ってたし、うん、不思議なもんですね。いや本当よ。いやそうかそうか。いやというわけでね、はい、まあ、ちょっと話が盛り上がってしまったわけですけど、うん、高校演劇の話で盛り上がるじゃないでも本当に興味あるからちょっとなんか機会あるならぜひ行きたいです、はい、うん、ぜひぜひ。だから私はちょっともうあんまり言えんもいかいもなくなってしまったんですけどね、うん、ちょっともう高校演劇ちょっとこれから気になると思いますので、はい、見ていきたいなと思っております。はい、はい、それではまた来週。はい、さよなら。渚清水と平野健介の割と本気です。